どうぞ始めてください。どうしたんですか？いやね、つい最近コンビニの売り上げが良くないんだよ。そのせいで本部からお宅のコンビニのフランチャイズ契約を打ち切る可能性があるって言われて、ちょっと気分が落ち込んでるんだよ。そうですか、大変ですね。店長は、店長、あといいですか？どうしたんですか？いや、今さ、こいつが万引きしてまして。え、どうしましょう？え、どうした？そこに座ってください。了解しました。座って。名前は何て言うの？星琴葉です。なんでこんなことしたのかな？どこ中学校？親は何年生？桜中学校です。お疲れ様です。あれ、どうしたんですか？ああ、いや、今こいつがさ、万引きしてて、ちょっと事情をね。え、本当ですか？あ、その制服、桜中学校のですね。私と同じ出身校じゃないですか。マジか。あ、だったら、中西さん、あずさん来たことだし、ちょっとレジ頼めるかな？あ、わかりました。あとはよろしく。はい。あ、ちょっと待って。はい。一応、琴葉さんもうち連れてきてあげてくれないかな？あ、これからちょっと、3人だけで話したいこともあるし。行きましょうか。別室にご案内します。あれ、あの子。うん、どうした？いや、なんでもないです。そうか。さて、どうしたものか。いや、いいじゃないですか。いやですけど、マニュアル通りですか。いや、だけど中学1年生で警察だったっていうのも少々気に病むというか。中1ですか。いやー、でも犯罪ですよ。いいんですか、店長、見過ごすんですか？まあ、でもかわいそうじゃないですか。確かに。すみません、私の中学の時の恩師の方が来られていたので、事情を話したら来てくれました。あ、失礼します。すみません、こんたくご迷惑かけてます。私は桜中学校の鬼山と言います。星琴葉の担任をしております。あ、そうですか。はい、すみません、ご迷惑かけます。あ、どうぞおかけください。ありがとうございます。すみません、失礼します。すみません、彼女のことについて聞いてみたんですけど、彼女からは一切自分のことを喋ろうとしないので、もう知る範囲などもいいので、家庭状況や学校でのことを教えてくれませんか？はい、わかりました。彼女はヤングセで、車椅子の祖母を一人で介護しています。進路に向けても今頑張っているところで、金銭的な問題もあって、多分心の余裕もなかったんではないかと思います。まあ、担任として支えることできなかったと思います。でも彼女は優しい子で、本当にこんなことをするわけではないんです。どうか警察には通報しないであげてください。お願いします。わかりました。ちょっと検討してみます。はい、どうかよろしくお願いします。本当に優しい子なんです。お願いします。はい、中西さん、琴葉さんのところに連れて行ってあげて。あ、はい。お願いします。別室に行きましょう。はい。
どうする二人とも。いや、俺は通報するべきだと思いますよ。だって俺だって昔先輩に脅されて万引きして進路がめちゃくちゃになって不公平ですよ。はい、どうですか。いやでも私も今は親を介護中だし、彼女の気持ちの分かることは、ね、気持ちはよく分かるんだ。だから私的にはあまりこのことを警察には言いたくはないのだけど。ヤングケアラーですもんね。なら無理もないんじゃないですか。本当はこんなことする子じゃないって先生も言ってました。そうだけどさ。すいません、本部の田中さんが来られているのですが。店長お疲れ様。あ、お疲れ様です。皆さんどうしたんですか。しんみりした顔して。何かあったんですか。いや、ちょっと万引きがありまして、そのことについて議論していたんです。まあ、万引きですか。最近他の店舗でもね、増えてるんですよ。気をつけてくださいよ。早期発見、早期対処、ちゃんとマニュアルにも書いてあるでしょ。あのコンビニ万引きがしやすいのよなんて噂になったら困るでしょ。それにね、会社にとってもね、損失はね、問題ですからね。万引きといえどもね、犯罪ですから、ね、正しい対処よろしくお願いしますよ。はい。ところで今日はこの間出た新作のスイーツのね、販促できたんですけど。ああ、ちょっと今この件が終わったら話を聞くんで、しばらく待っていただけないでしょうか。そう、はい、わかりました。じゃああっちで待ってますからね。すみません。すみません。田中さん、ああ言ってるけどどうする。いや、田中さんの言う通りです。通報しましょう。田中さん同性論ですよ。はい。でもニュースとかでも最近ヤングケアラーってすごい話題ですし、そんな大変なことほっとくのもどうかと思いますよ。それに通報する以外にも解決する方法はあると思います。あの子、琴葉さん、実は私の近所に住んでる子なんです。彼女のことは噂で聞いていて、大変だということも知っていて、でも私何もしてなかったんです。何かできることがあったかもしれないのに。だから彼女、私が手伝ってあげたいんです。マジか。確かに最近フードロスとかを制御するために廃棄で出る食べ物とか、期限が近い食べ物とかをお裾分けしてあげたり、フードバンクを利用したりすれば、そういうのが助かるかもしれませんね。なるほど、確かにそれを利用すれば。あ、彼女みたいな境遇の人たちを助けるかもしれないし、食品の廃棄に廃棄削減にもつながるから、うちの店の評判も良くなることができる。でもずっと助け続けるのは難しいんじゃないですか。彼女が卒業してから雇うのもありかもしれないです。ああ、分かった、分かりましたよ。まあいいですよ、それだったら。まあ人助けもできますし、まあそれに、まあ昔の俺みたいに若いやつが捕まって進路がめちゃくちゃになったりするのはもう等しくないですから。わかりました、私も通報しないに一票。よし、これで決まったな。田中さんからは私が伝えといておく。みんなありがとうな。いえ、とんでもないです。ああ、疲れた。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもご覧いただきありがとうございました。
はい、あの、いいで、後で皆さんの感想を聞く。はい、じゃあセットを交代してください。はい、見た見た見た、俺のショット。見ました、最高です。だろ、はい、シャトルガール、シャー、くばれ、俺のスーパー田舎ハンバーショット、ファイター、最高だろ。あのショットで決まったよな。です、うん、やったね。勝てますよ。なになに、奥が何やってんの。ああ、今日のミーティング決めようと思って、そろそろ始めよう。ああ、了解了解。何決めるの。とね、この団体のメンバーを決めようと思ってて、今ダブルス1とシングルス2がハマってるの。うん、で今日の練習試合で田中と香川がすごく良かったから、うん、2人をダブルス1に入れようと思うのだけど。問題なし。了解。 OK よね。じゃあ決まりね。はあ、相手は？相手どこ？相手はね、うん、勝山高校。勝山高校、上等じゃん。かかってこい。絶対勝てます。あいよ。で、残りのシングルなんだけど、うん、何が悩んでんの。いや、今いろいろとメンバーがこの赤で書いてる理由の通りで、怪我や謹慎中など家庭の事情で今出れないメンバーが多くてね、考えてるの。誰と誰で。ね、佐藤と越前と浅野。うん、誰にするの。そうだ2人空いてるから、このどちらかに入ってもらいたいのだけど。俺か香川に。そう、おう、絶対が行った方がいいです。仕方ねえな。また炸裂かな、俺のスーパー稲妻サンダーショットが。入った、最高だろ。イエーイ、決定。あ、じゃあパリ。はい。うわ、俺3試合も出るんだ、大変だな。勝ち確定っす。やったで。あ、ちょっと待って。リング中だよ。電話かかって、ない。大事な電話だから、待って。はいはい。はい、もしもし。ああ、ね、大丈夫だよ。今大事なことじゃないから。うん、はいはいはい、それは大変ですね。はいはい、わかりました。じゃあすぐ行きまっちゅう。はい。カモ、了解です。ちょっと手伝って。あ、了解です。いや、ミーティングされました。え？またミーティング中に出会う。そこがいいんじゃないですか。どこが。そういうところですよ。なんで。とにかく、そういうところとか最高だと思います。そうなの。でもね、次はもう最後の3年生最後の大会だから、ちゃんとミーティングに私は出てほしかったの。大丈夫ですよ、田中先輩なら何だってちゃんと成功してるじゃないですか。どうにかしないとな。あ、やばい。あ、やばい。お疲れ様です。博士くん、資料を。あ、資料を置いてきたんですけど、ちょっとこれ見てください。何？これ、田中先輩ですよね。あれ、綺麗な女の人と手をつないでいる田中先輩。いや、そうですよね。ほら、後ろ。恋愛禁止だね。ですね。いやー、やっちゃったな、田中先輩。いつかやると思ってたんだ、本当に。僕のシャーペンなんかもずっと取られてるし。え、でもそれくらいは別に。いや、1本ならまだ、100万歩言って許せるんですけど、いや、10本10本取られてるんですよ。かっこいい。どこがかっこいいんだよお前。その通りじゃないですか。いやおかしいだろ、10本も取られて嬉しいやつどこにもいねえって。いや、それはそうかもしれないですけど、かっこいいじゃないですか。かっこよかねえよ。いや、ポカリスエットも取られてんだ。160円失ってんだぞ。それぐらいいいじゃないですか。よくねえって。2人ともちょっと落ち着いてね。わかりました。香川ちゃん、だからおかしいだろ。ポーズ呼んできて。シャーペンのこともそうだし、ポカリのこともそうだけどさ、ジャケットもそのまま持って帰られてんだよ。いいじゃないですか。
よくねえだろ。だからお前さっきから何なんだよ本当に。バイトもいい加減にして。呼んできました。何もうこの大事な時に何をしてるの。もうそんな揉めてる時じゃないでしょ。また何をしたの。田中先輩がちょっと。え、何。いや、この部活って恋愛禁止ですよね。もちろん恋愛禁止。今何に向かっていると思ってるの。総体です。そう、なんですけど。何があったの。ちょっとこれ見てくださいよ。何これ。わ、超綺麗な姉ちゃん。何これ。いや、田中なのこれ。はい、おそらく友達から送られてきたんです。ああ、もう何やってるのよ。いや、いつかやると思ってたんすよ僕も。田中を呼んできて。ああ、さっきから連絡つかないんですけど、行ってきます。奥川。あ、はい。ちょっと来なさい。はい、わかりました。ちょっと話をしましょう。はい。本当に困ったもんだ。大変なことになったな。はい、うん、まあこれは仕方ないよ。そうです、あいつが全部悪いんだ。でも先輩だって前の試合は助けてもらったじゃないですか。あれはたまたま俺が怪我して代わりに出てもらっただけだ。俺だって勝てたんだから、あの試合は。でも先輩がやってくれたからここまで来れたんだ。俺だって感謝してるんだよ。こんにちは。 あれ、人いないね。こんにちは。こんにちは。あれ、あ、どちら様。あ、私ね、王子の芝です。あ、すみません、本当にお疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。奥川は今出てます。あ、そっか、忙しいもんね。え、田中は。田中先輩はちょっといないんだ。はい、いつも大事な時いないんだよな。まあいいや、しょうがない。あの、みんなで今試合前だから。 ありがとうございます。差し入れまだ食べてね。はい、はい、ところで、なんかすごい深刻そうな話してたじゃん。あ、それがちょっとこれ見せない方がいいんじゃないですか。いや、でもこれは。どうしたどうした、聞いてあげるよ。わかりました。え、何これ。え、これ田中じゃんね。はい、手つないでるね。はい、やばくない、この試合前のこの時期に恋愛禁止。はい、いやー、これはやばいよね。これうちらの時もあったんだよ、同じこと。そうなんですか。もうまさにこの試合前、はい、大事な時期に恋愛発覚。ああ、あのコーチが激怒。うわー、やばそうだな。どうなったんですか。もう泣きの別れ、別れさせられて、思い出したくもない。かった、あれは。先輩がですか。実はね。本当ですか。いや、今は笑って話せるけど、はい、あの時は本当にヤバかったよ。もう試合に出れるか出れないか、出ないか別れるか、二択で。大変なんですね。いや、これは偉いよ。偉いことですよ。奥川、はい、あれどうしたらいいかね。おう、柴先輩、久しぶり。お疲れ様。久しぶり。ちょっと差し入れ持ってきたからさ、みんなで食べて。いつもありがとう。いや、ありがとうございます。そんなことよりさ、ちょっとこれ見たよ。そうなのよ、ね、そう、もうこれやばいでしょ。こんな時期に。この時期にあいつ何やってんだ。バドミントン部が総体を優勝させるためには絶対恋愛禁止ですよ。これはずっと言い続けてきたことでしょう。そうですよ、本当に困ったもん。はい、気が緩んでんじゃない、みんな。ちょっとすいません。すいません。早く田中を呼んできなさい。あ、今呼んでるところだ。先輩、待ってよ、俺の携帯返せよ。おいしょ、サッキュー。田中、何してるの。あ、柴先輩もお久しぶりです。久しぶりです。それどころじゃないよ、田中。はい、ちょっとここに座りなさい。ここに。そこに座るんですか。そう。はい。よっ、違うんだ。え、違うだろう。え、これを見なさい。はい。あ、何
これは。すっげえよく撮れてんじゃん。最高。どういうこと。いやいやいや、今、はい、こんな時期じゃないって分かってるでしょ。分かってますよ。高校総体の前でしょ。当たり前でしょ。こんな場合じゃない。こんな場合じゃないってどうすればいいんですか。誰と手をつないでるの。誰って言われたら。もう今別れなさい。そんなことやってる場合じゃないでしょ。いやいや、それは分かってますけど。でも別れるなんて無理ですよ。別れなさい。いや無理です。だって毎日会ってるし。なーに、もうなんだよなんだよなんだよ。いやいや、だってこれ僕のママンだし。ママン先輩やっぱシャレ。いやいやいや、でも田中先輩、お母さんのことママンって呼んでるんですか。他になんて呼べばいい。お母さんとか。いやいやいや、ママンはママンじゃん。でもさ、これおめえ撮ったの。あ、はい。すっげえよく撮れてんじゃん。うちのママンべっちゃべっぴん。そうです、ね、ちょっとこれ、俺にこれLINE で送って、LINE で送って、すぐママに知らせる。任せ、ママ任せ、もういい写真だ。どういうことだから。ちょ、待ってよ、ちょ、待ってよ。高瀬を責めるのはお門違いだよ。全部は俺が悪いんだから。あるいは俺のママが美しいせいさ。何言ってるのよ。送ってね。じゃあね。ありがとうございます。すいません。あと頼むよ。はい。高瀬。はい、すみません。もうかき混ぜといて、もう何これは。もう芝帰ろう。なんだなんだ、本当に困ったもん。まあまあ、行ってみんな。はい、気をつけ。はい、何これ読んで。恋愛禁止。そう、バドミントン部は恋愛禁止。分かってるね。はい、はい、帰ろう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんな頑張ってね、応援してる。 ありがとうございました。はい、柴田さん、お菓子お願いします。 OK。 もう高瀬くん、お騒がせなんだから。すいません、本当に。罰として今日の戸締まりよろしくね。はい。あ、私手伝います。いいの。はい、じゃあ頼んだよ。はい。じゃあ川ちゃん、そろそろ私たち下校時間だから帰ろっか。えい、高瀬気をつけろよ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱ先輩にシャレ。大変だったな。ですね。いやー、でも田中先輩って親孝行な上にあんなに優しいなんて、いやー本当に最低。ありがとうございました。じゃあ客